お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もねクラッシュロールやっていくんですけど、今日もねトラゲーしていこうかなと思います。で今日なんですけど、ジャイプリをね使うと思います。はい、これ本当にラットのチャンネルかってなるぐらいね、僕のチャンネルでジャイプリ登場しないんですけど、今日はねこれでやっていきます。よいしょ。というわけでまあやっていくんですけども、マジちょっとねジャイまだね、発展途上中なんでね、僕のジャイは。はい、優しい目で見ていただけるといいんですけど、なんかジャイって、ジャイ後ろからの形を作ってっていうのがね、定番というか、安牌な考え方なんですけど、甘いですね。はい、もうね、違います。もうユニットのご了承ですね。なんかジャイを出さずにもう、勝てる。まあ、出すんですけどね、絶対途中は。わお。これは5打ちます。エイムが、際どい。はい。なんかね、全然僕、テンゴットとね、テンゴットうちのチームにね、天下一のジャイ使いっていう、ジャイ使いがいるんですけど、その人とは多分全然プレイが違うんですけどもね、まあ僕なりのと言いますか、なんか海外で、神風っていう、マジでね、めちゃくちゃうまいジャイ使いがいるんですね。で、その人が YouTube 最近やってて、それをね、ちょっと全部見てきましたね。はい。全コピします。全コピするんで、ういこれね、あれがないのが辛いですね。あれがないのが辛いですが、問題はここの逆サイにバルーンが来るのかどうかっていうね。これ来た時終わりですから、僕。はい、来ない。まあ、ここは耐えるんですけど、待ってよ、このバーバリンがね、やばい。これファイボにしますか。これ、おとなしくファイボにしましょう。あぶねー、今ザップ使ってたらね、詰んでましたね。よいしょ、おとなしくファイボにしたことによって、耐えます。で、ここバルーン来たら、オッツですね、これは。はい。まあ、バルーン来たらオッツなんですけど、相手も5コースでバルーンすると、コストがなくなるんだよね。逆に僕もこれ、ダクプリやり返すと、これですね。僕、どうにもできないんですけど、相手もどうにもできない。そんなバカな。なんで？なんで？待てよ、陸受け吐くして。陸受けないよ。これ3が5っすね。3が5。ザップパーン打って、大ダメージですね。で、カウンターで、まあ、ラバ来てもエレキズシャンですし、オッケー。と、まあ、あとは問題は、これを削り切れるかどうかっていう感じですね。さあ、左サイド、キングおる攻めをちょっとね、作っちゃおうかなと思いますね、僕は。で、相手のスペルがね、ちょっとわかんないのがね、僕としては非常に辛いですね、マジで。あれにエレキ当てたいんですけど、バーバリアンが来るとね、非常にちょっと嫌ですね。まあ、ザップまで打っちゃってもいい気もしますね。ジャイ残して、オッケー。で、ここで、僕はちゃんとね、逆サイド防衛しないと、落ちちゃいますね。ここで、オッケー。これエレキ延命します。エレキ延命して、来た。からの、これもう、相手のラバルを、あれなんですよね。明確だけでね、守れてるんですよ。あ、来た。流れとしては非常に。で、相手陸がないんですよね。相手陸がなくて、ザッパーン！はい。ちょっと遅かったんですけどね。はい、ハッピーバースデー君を撃破と言った感じで、いい出だしですね。はい、ジェイプリでラバルに勝てる。いや、これはでかいですね。さあ、そんなわけで、まあ、やっていくんですけど、昨日動画出したっけ？昨日ちょっと動画サボったかもしれないんですけど、なんかね、今日も今夜2時ぐらいに動画撮ってるんですけど、ほんと寝ようとしてたんですよね。寝ようとして10分ぐらい目つぶってて、なんか寝れなかったんで、はい、動画撮るかって。動画撮るかってなったんですよね。そう、寝れなくてっていうか、なんかね、喋りたくなるんですよね。マジで、1日の中で、いただきます、ごちそうさま、お疲れちゃんしか喋んないんですよ、僕マジで。なんで、喋りたく、そのお疲れちゃんも、この動画のね、お疲れちゃんで、僕、めっちゃ喋るわけではないんですけど、なんか、やっぱ喋ることは別に嫌いじゃないんですよね、全然。そう。なんで、ちょっとね、動画撮って、コミュニケーションを撮っていきたいと思います。で、今、こう、僕なんかね、ジャイをつけたんですけど、今のが大事なポイントで、メガゴからの、逆サイ防衛からのメガゴの前にジャイです。これマジでね、覚えておいてください。なんかダクプリとかの前にジャイ、さっきの場面でダクプリの前じゃなくてメガゴにつけるのは、ダクプリとメガゴを単体で来た時にメガゴは無視できるんですよ。なんですけど、ダクプリって無視できないんですよね。そう。なので、ジャイメガゴプラスの単体ダクプリと、ジャイダクプリプラスの単体メガゴだと、ジャイダクプリさえ守っちまえば相手はおらんですよね。けど、今みたいにメガゴの方につけると、
ジェイメガゴとダクプリ両方守んなきゃいけないっていうので、コストを咲かせられるんですよ。で、そこでコストを咲かせられると、もうね、バンバン剤、逆にこっちがね、やっと形を作れるよっていう感じでございます。それ、はい。というわけで、もうこんなの無視ですね。今回はジェイで行こうかなと。なんとなく多分、アド取れてるんですよね、これ。うん。さあ、これ本当はね、エレキで踏みたかったんですけど、エレキで踏めると、そのままね、なんかね、できるだけユニットで防衛してましたね。できるだけユニットで防衛して、そしたらユニットがやっぱ残るんでね。で、そのカウンターみたいな感じでしたね。ここ多分まあ一回してっすかね。多分どうせ攻めが通んないので。さあまあ防衛意識しつつ、これ逆でもよかったかな。逆、まあでもこれで、そしたら、え、アドが今すごいんですよ。これただす。メガコとダクプリただすから今。で、まあとりあえずね。いってらっしゃい。ここ本当エレキの方が良かったかな。いや待って、ここエレキ。いや完璧じゃない？来た来た来た。これで相手はこの硬いのがやっぱ解けないっていうね、お悩みを抱えちゃうわけですよ。いって。相手の人めっちゃいて。けど、これでね。いや来た。いやちょっと待って。そうなのよ。ジャイプリ、このね、なんかプリプリがやっぱ解けないんですよね。プリプリエレキメガゴっていうスペルで解けるユニットがいないので、まあロケットとかね、ライトニングとかは別なんですけど、なんかウッドザップとかヤナアメ系でどのユニットもね、解けないんで、なんか、ユニットで守ってカウンターっていうのがね、結構でかくなってきますね。で、まあ、アド取った時は、まあ、ジャイ出すか、まあ、ジャイ出さなくても、さっきみたいなね、なんかメガゴから入って、ダクプリから入って、ジャイみたいな。待って、俺めっちゃ、ジャイ使いじゃん。ジャイ使いじゃん。なんか、いつもこんなデッキ、なんかこういうね、感じのデッキじゃないんで、なんか、ヒロヒローンって感じなんですけど。うわ待って。あのね、ラバーはきついって、マジで。ラバーちょっときついんですが、本当はね、もっとね、ゴリりたいんですけど、コウモリだと。ラバークル？うわぁ、すっごい。うわぁ、待って。あ、これね、絶対打ってよかった。なぜなら、今打つもん、どうせ。あ、でもここで、あえて打たずに、そうですね。こんな感じで、ダクプリで防衛したら、自然とね、ダクプリのカウンターにもなって、まあ多分これね、入るな、うん、メガゴが浮気しちゃうよね、殴るやつ。あ、ザップいらんすね。あー、ザップいらね。今の良くないですね。で、今のダクプリで守ったことによって、ダクプリにね、相手はコスト使ってるんで、ここで、あ、もう一枚、コウモリか、スケアミか。ヤナメザップっすね。ヤナメザップ、スケアミコウモリ、あ、ラバル、なんか、えげつないデッキですね。というわけで、まあ、ここからむずいですね。今、単体プリンス行っても、スケルトン部隊の餌食になっちゃうんで、ここは一回組んでですね、ザップが欲しいな。俺にザップが欲しい。ラバー来ましたね。ザッパーがいる。ザッパー回ってきたね。で問題は、コウモリもいるんだよな、相手。コウモリもいるんで、まあ、コウモリね、打たないですね。コウモリね、打たずに、てか、まあ、ダックプリが全部ぶっ破してくれねえかな、なんか。ええ感じに。で、これ5っちゃえばいいんじゃね？なんか出てきそう。たまたまね。うわ、相手なんかめっちゃいいコウモリ。めっちゃいいコウモリ来たけど、速攻とかして、さあさあさあ、いいよいいよいいよ。一本おる一本おる。うわ、めっちゃ来る。めっちゃ攻めっ気がすげえ。あ、待って、この人あれだ。待って、スケルトンだ。あれ、帰っていったな。ラッキー。めっちゃラッキーじゃないこれ。バルーンがあるんで、エレキこれ咲いたらダメっすね。え？買ったくね？さてはいいぞ。さてはいいぞ。なんかね、こう僕、スポーツしてた時も、なんか、真似るのがいいよってめっちゃ言われたんですよね。僕、その、教えてもらってた人に。そう。なんで、モノマネ？モノマネ？っておかしいな。上手い人のプレイを、って、真似するのがやっぱ一番早いんですよね。そう。なので、僕は真似してるだけなんで、ね、こう、自分が見た、うわー、ザップ。おら！見たね。見て得たことをただ真似してるだけなんですけど、なんとなくね、それで型はなるんでね。やっぱ真似するっていうのは非常にでかいですね。これ真ん中ラブダーンからのゴクスバルーンダーンうん、やば、後ろか。逆にやばい。いやー、数の暴力やめて。来る、絶対来る。絶対来る。エレキだけは、エレキだけはやめろ。お、待って、あるんじゃね？てか、まあ、ここで溶かしちゃえばいいよね。あ、待って、ダクプリ入る。ドン、来た。いきます、ディガー5。俺の神のディガー5。これ止められたら終わる。ほい、来たー。おぶねー、これー。最後負けたと思ったんですけど、やっぱね、勝てた。ラッキーですね。
はい、てなわけで、なんかね、本当に上手くなりたいならね、上手い人の真似るのがね、いいかもしれません。はい、まあ僕流なんでね、わかんないですけど、というわけで、またね、ちょっといろんなデッキ、ちょっと触っていけたらいいかなと思いますね。はい。今日はジャイプリだったんですけど、まあジャイプリ、ちょっとね、多めにというかね、はい、ジャイプリで一回ね、結構上の方までいけたらいいかなと思います。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録の方も、お願いします。マジで会話できるのがこの YouTube の自分が喋るだけっていうね、ちょっとね、寂しい日常を送ってます。では、お疲れ様でした。